焼きそばをちょっと食べてみようかと思うんですけどもね、焼きそばでも普通の焼きそばね食べようかと思ったらですね、今回、一緒にいるねこちらの焼きそばギリチョコレートというのをね一緒に今住んでるこちらの栗原くんがですねちょっともらってきたんでこれをちょっともう気になるんで食ってみたいと思います。よいしょ。はい、というわけで3分経ちましたけどもね、できたものはこちらですね。まあできてないか、これです。ね、これちょっとソース入れてみて。はい、豆乳です。このまま今食いたいですけどね、正直。あ、なるほどね。かけます。ういうい。あこれチョコっすね。これチョコだね。これは絶対ドロってんな。確かに明らかに普通のソースではないね。じゃあないタイプのやつ来たのこれ。あ、うわー、ベッド飛んだ。俺の布団に染みたけど。ベッド飛んだ。いや俺のって言ってたの人の坂本のだよ。あれでもこれなんかいい匂いだな。チョコの匂いがね、すごい、ココアっぽいね、なんか匂いとして。あー、なるほどね。火薬後で入れてもう一回混ぜる派。そうです、それが一番焼きそばの美味しい食べ方なんで、ね、なるほど、覚えておいてください、皆さん。なるほど。焼きそばという概念なのかちょっと分かんないですけど、これね、ちょっと早く、ね、入れまして。うわー、なんだろうな、この赤いの。これ何、この赤いのが、これね、この赤いのなんですかね、これ。これで唐辛子だったらね、確かにびっくりですけど。はい、できました。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあちょっと食べてみて。じゃあ結構ガッツリいきますか。ガッツリお願いします。いただきます。よいしょ。俺横であららえんどうなんすか。あ、ちょっとコメント言う前に俺もちょっと一口リアクション先に取りたくない。そうだね、味聞く前にちょっと。確かにその無の状態で食いたいよね。こう持ってて、これ。そう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 。わかんない。ちょっと。匂いはこれ完全に甘いね、これね。うん。あ。ちょっと俺もいいっすか。ちょっとお願いします、一回。うん、うん、ココアっぽいけど、ね、匂いは、はい、本当に。どうなんかな。正直あのね、個人的にはね、うん、うまい方。あ、全然うまい方。甘くて、うん、だその想像してたよりうまいだね、かっこ。ああ、まあ確かにね。そうだね、確かに。あの一口目はだいぶチョコの味がするんですけど、うんうん、ずっと口の中に入れてるとなんかシンプルに味がなくなるっていう。あ、まあ確かに。ソースほど辛みはないですね。なんだろう、例えがないね、これでも。そう、甘い麺ってなくない。
ないね。だ食べたことはない。うん。確かに。まあ、以上。以上。まあ、チョコレート。まあ、まあ、がっつりチョコレートの焼きそば。うん、特にソースが、いつものウスターソースみたいなやつがちょっと甘いとかじゃなくて。完全にチョコだね。チョコ。うん。うん。うん。チョコ麺。チョコそば、うん。チョコそば。うん。うん。チョコそばっすね。うん、ただこれ、食って、また買おうってなるかって言ったらそこはちょっと個人的なあれ次第ですね。うん。まあ、パッケージにも書いてあったけど、バレンタインの義理にはいい子かな。なるほど。そうだね。うん。やっぱそういうイベントごとで、何ですか？え？何ですか？もう行ったよ。何？もう行ったんだよ、もう。バレンタインみたいなそういうね、イベント、行事で渡すにはいいんじゃないかっていう。誰に？え？だギリだろ、ギリ。ギリ？うん。どうも思ってね、男にだよ。うん。ということらしいんでね。オチという。オチということで。以上が、このペヤング、ね、チョコレート焼きそばでございました。またね。